なんで二度押さなくちゃいけないのかえー、っとそしたらですね、えー、始めたいと思いますっていうか始めますえー、っとまず皆さん気になるのは試験だと思うんですけど とにかくあの16週目にやりますよ、それだけは、どういう形式でやるかがね、まだちょっとどうしようかな、全部対面でもうみんな出てこいって言って、試験だけ対面でやるのが一番簡単なんですけど、それやっていいかな。 ちょっと今、分かんないところあるよね、そのまたコロナ増えてるしね、ちょっとどうしようかなっていう感じはあるんですけど、えー、いずれにしてもあの試験は、えー、と第16週目です、えー、15回、だからあと、今日が12回なので、えー、とあと3回、えー、講義があって、えー、その次です、えー、とそ,それはもう,もう決まり、だからどうやってやるかこれから考ええー、ということですね、えっ、ー、と、ズームって言ってるんだっけ、これ。 えと誰も何も言わないから多分ズ Zoom 行ってるんだよね、えーと。もう分からなくなっちゃった、多分大丈夫でしょう。<laughs> えっと、えー、そしたら、えー、あ大丈夫っぽいですね。えーえー、始めますあ。ちょっと待って、ああ,あ,あ、大丈夫だね。Zoom のマイクが行ってるかとかうどうやって見るの こ,こじゃない,いいえ、言ってることにしよう、えー。聞こえなかったら言って。えーと、それじゃあ、えー、と始めますね。えーと、前回の続きです。えっ、ー、と、何をやっていたかというと、えー、理想期待をやって ていました、えー、今日あ理想機体がねあの統計力学1の、えー、まあメインですから理想機体やりますね。それで前回何やったかというとこの、えー、分配関数出しました理想機体の N 粒子の理想機体の分配関数を出しました。それで、えー、と量子力学の特殊性としてえっ、ー、と 同じ種類の粒子は区別がつかないんだよということからまあえっ、ー、と一粒子の分配関数を n 乗するだけではだめでそいつを、まあ、n の階乗で割っておきましょうということをしましたでちょっとこの階乗で割る操作について今日後であので少しきちんと考えたいと思うんですがとりあえず階乗で割れという n の階乗で割れとこれはえっ、ー、と 粒子が、えー、と何番目の粒子がどのエネルギー順位にいますかっていう組み合わせの総数ですよねつまり粒子を入れ替えても、えー、と状態は微視的状態は変わりませんよっていう、えー、効果を取り入れるために N 解状で割りました、えー、Z1 を一粒子状態ごめんなさい一粒子分配関数を N 乗しただけだとえっ、ー、とお 全く同じ配置なんだけど粒子が入れ替わってるってやつはふたあの別の状態として勘定されちゃってるわけですねだからそいつを、えーとまあ、数え過ぎを補正しましょうということで n 解乗で割るということをすると,、えー、と分配関数出ますねっていうわけですね。で分配関数が まあえー、と非常に単純には温度の2分の 3n 乗に密度の、えー、と n 乗分の1と,、えー、と,体,積とか体積が裸で出てこないで体積と流出、えー、が同じ、えー、と実数で出てくるのでちょうど割り算の格好になってえっ、ー、と えー、そこのために、えー、とそのためにかそのおかげでそのおかげで、えー、とまあ摩周関数であったり、えー、ヘルモールズのフリーエナジーであったりっていうものは、えー、と体積部分は N ログの密度です密度の逆数ですね N 分の V というのになってこれは、えー、とシステムを例えば、えー、と2倍にしなさいと。 で全く同じ状態でシステムを2倍にしなさい体積を2倍にしなさいそうすると流出も2倍になるわけですよねそうすると2倍2倍が打ち消すんで、えー、とこいつは、えー、となんていうのかなオーダー N じゃなくて、えー、とあオーダーログ N じゃなくて N ログ N じゃなくて、えー、とちゃんと打ち消すんでオーダー N の項になります体積の項はオーダー N の項になりますということでちゃんと,、えー、とエクステンシブ、えー、とマッシュ関数なりヘルモロスの自由エネルギーなりが、えー、と資料的になると。 いうこれはだから N 解除で割るのは、えー、と重要だったということになります。それで、えーとえー、あ熱力学極限の話もしましたね。えー、とこれで、えーとえーとまあ、密度を一定に保って V を無限大に持っていくことを熱力学極限と言いますが、えー、と熱力学極限とると一粒子の、えーとえー、状態密度はえっ、ー、と なんんていうんですかそのレ,レベル感覚エネルギー順位感覚がどんどん,どん狭くなってくるんで、えっとえっと、一粒子の状態密度による近,近似っていうか表現がいくらでも正しくなってくるんで、えっと、V 無限大持っていったら、えっと、これ正しいし、えっと、結果になりますよというわけですねだけどもう、えっと、まあないわけですねその、えっと、V 無限大に持っていってももう、えっとえー、指数の中に で,ですから、えー、と密度ですからね密度は、えー、と一定に保ってだから、えー、と分配関数の指数の中は一定なんで、えー、とトリビアルな、えー、と全体の n 乗っていうのだけが、えーとえー、大きくなっていきますよということで、えー、と熱力学条にとっても。えーと 熱力学的な性質はこれで普遍なんでこの K はロっ密度を一定に保ってシステムサイドをどんどん大きくしていけば今の記述がどんどん正しくなってくるということになります。それでこれを使ってまあ内部エネルギー出しましたよね内部エネルギーは2分の 3NKBT ですよこれはモルで書き直して書き直すと N モルかけるガスコンスタント の温度なんで、皆さんが熱力学で知っている、えー、と理想気体の内部エネルギーの式になるし、まあ、これはエネルギー等分配則ですね自由、えー、度ごとに1 2分の 1KBT が分配されているとこれも後で見ますけどもそれから えとよく知ってるやつですね、定積比熱。これは 1, 1原子理想気体の定積比熱、えーと。この場合は、モル比熱じゃなくて、えー、と粒子あたりの比熱なんですごい小さい量ですけれども、2分の 3KB ですね、えーと。これもだから1モルに直せば2分の 3R っていうやつなんで、えー、と皆さんが知ってる結果になりますよと。それからヘルモルツフリーエナジーは出せて、えー、フリヘルモルツフリーエナジーが出てしまえば、まあ、 えーとサーモダイナミック熱力学の関係を使って、えー、と圧力も出せますねというわけですねで圧力は、えー、とを出すと V 分の NKBT になるんでこれもまあ皆さんがよく知っている、えー、PV=NRT ですねと同じだから、えー、と理想気体の状態方程式というのが出ましたねというわけですで我々は、えー、と理想気体をやったわけじゃなくて相互作用をしない粒子系っていうモデルを えと相互作用しないで自由に動き回れる粒子系っていうモデルを作ってそれの統計力学をやったら、えー、と理想気体の結果が出ましたよということなので、えー、と理想気体のモデルとして、えー、と相互作用しない、えー、自由粒子系というものを使えますねということが分かったというわけです。えー、いいでしょうか。それで、えー、ちょっと考えたいんですがこれはさっき書いた、えーとえー、分配関数ですね。えーと まあえー、N 乗の中身は h 3乗分の 2πmkb ていうのを2分の3乗 v というなあの N 階のな、N 乗の、あ一番上の行で、N 乗の中身に入ってるやつが一粒子分配関数ですよね。それを、そうか、マスクしなくちゃいけないんだな。それを、えー、ちょっと待ってね。よいしょ。なんか声の通りがいいぜと思ったよ。 えっと、えー、一粒子分配関数の n 乗を、えー、っと、とあああいや。 N 階上ででりなさいといとうやつですねでそれをスターリングの公式使って全部整理するとこんな形になって、まあ、さっき言ったように、えー、と V は、えー、V÷N の格好で出てくるよということですさてこれ眺めてみましょう、えー、と分配関数っていうのは、えー、とこれは確率の規格化定数なので、えー、と無次元なんですねだから全体無次元だから。 全体は無次元なので、こうぐっと睨むわけですよ。KBT っていうのがエネルギーの次元ですよね。と残りの部分が何かエネルギースケールを与えているわけで、えっと、これ、えっと、数係数を別にするとまあこんなエネルギースケールが出てきます。 m 分のえっと h の2乗にしてそれでえー、っと v 分の n ですねこれは密度ですねのえー、っと2分の3乗というのを出せばいいでしょうとここのところはイコール密度という格好でえー、っとあそうです数密度ですねでこれはえー、っとこれエネルギースケールこう書くことができてえー、っと 遠くと,と分配関数はどうなるかというと、えー、と z イコール、これは簡単で、えーとえー、数係数がルー、ま、ト、あ、2π はまあどうでもいいんですけど、これはまあ前に来てどうでもよくて、カッコの中大事なんですけど、まあ、数係数は外へ出てくるんで。 えと全体を2分の 3n 乗にすることにします。そうすると、えー、2πe の3分の2になって、そして、えー、e、エプシロン n 分の kbt の2分の 3n 乗ということになります。それで、えー、とこのエネルギースケールは、えー、とこれはもう明らかに大台地の量ですね。 オーダー1ですえっ、ー、とこうかけるわけですねそうするとまあ数係数はどうでもいいですよ数係数はどうでもよくて、えー、KBT を何かでエネルギーエネルギーを持ったスケールで割ったやつの2分の 3n 乗なんでまあ確かにエプシロン n っていうのがエネルギースケールになってるんだけど、えー、と前の一粒子の時にはエネルギースケールが一粒子分配関数の時にはエネルギースケールが体積、えー、体積に体積分の1の えと3分の2乗かなみたいになっ,てたなってたわけですけれども N 粒子にしてそれを、えー、と N 解場で割ったことによって、えー、とエネルギースケールがオーダー1のエネルギースケールが出てきてで、まあ、こういう格好に、えー、とまとめられますよとまあ、えー、このき美しいと思ってくれるかどうかはまあ考えますがエネルルギーースケールが1個出てきますそのエネルギースケールはもはや、えー、と密度だけで決まりますよと。 いうことなんで、えー、と体積に直接依存しないわけね、えー、と密度が同じであればどんな体積であっても同じ、えー、とエネルギースケールを持っているというものが出てくるというわけですで、えー、これを踏まえてちょっと,、えー、とエントロピー調べてみましょうこれは、えー、と先週の 縁起でやってもらったはずの問題なので皆さん解いてると思うんですけど、えー、とどうやって解いたかな多分あの問題だと,、えー、と誘導が多分、えー、とヘルモールズ自由エネルギーを先に出してるから多分それ微分してエントロピー出したと思うんですけどまあいろんな出し方ありますけどエントロピーは、えー、と今の話だともう内部エネルギー出てるんでマッシュ関数に t 分の u を足すのが、えー、と話としては簡単で、えー、とマッシュ関数は。 KB ログ Z で,で、t 分の u は2分の 3nkb、熱容量ですよね。だこれ足せばいいんで、えー、とこれは、えーとえーえー、この分配関数のログ取ったら、ログ取ったら、まあなんか e, e, あ e だけ裸で出てきてしまいますから、e だけ裸で出てきて、えーとまあえー、とどうしようかな、en で。 En で書いてもいいけれどまあ全部そのまま書きましょうそのまま書くことにしと結果だけ書くと NKB が外へ出てログの中にえー、っと、えー、H3 乗分の 2πMKBT の2分の3乗の S に 密度の逆数とであと定数部分がえっ、ー、とえっ、ー、とそこから1個 E っていうやつから1個出てきてそれからえっ、ー、とエネルギーから、えー、内部エネルギーから2分の3が出てくるんで足すと2分の5っていう定数が出て,きてえっ、ー、とこれがエントロピーなんですねそれでえっ、ー、とこれもあの前回のその縁起でやってもらってんですけど これ、温度ゼロに持っていけないわけですよ。そうすると t をロで t をロに持っていくと負に発散します。えっと、コンスタントつっ えとエントロピーはもちろんその、えーと、どこに基準点を持ってくるかっていうのは自由なんですけど、負に発散なんで、どんなコンスタントつけても発散しちゃうわけですよ、だからこれは、えー、と第三法則を満,を満たさないわけですね、第三法則に反、熱力学、第三法則ありますよね、それに反するわけですね。 出さないんだと,、えー、とそうすると、じゃあ、これどうなのっていうことなんですけど、えー、と温度高いところでは、えー、と明らかに、えー、と何か正の量ですから、ですよね、温度を大きくしていったら正の量ですよね。だから、えー、それで温度0に持っていっちゃったらマイナ、えー、と負に発散してしまうので、えー、とどっかで0になるわけです、エントロピーが。だから t が0、えー、より大きいある温度。 ででになるわけですねそうすると、これ何言ってるかというと、えー、っとそのぐらいより下の温度、正しくないわけですよ、この標識は、えーっと。ゼロになるところはもうすでに有限温度でゼロになっちゃうので、その時点でもう正しくないので、えー、っと,とにかく温度をひ下げていくと、えー、正しくない、な低温で正しくない。 ことがわかります。じゃあこれどこで0になりますかっていうのを考えてみると0、えー、になるところっていうのは、えー、とエントロピーが0になるところっていうのは、えー、とログの何とかっていうのが2分の5になればいいので、えー、とそれ見て頂ければログの何とか何とかの中身はまあもうおなじみだと思うのでうんと。 s イコールゼロになるのはえっと h 三乗だっけあ、h 三乗だね。h 三乗分の 2πmkbt のえっと二分の三乗の V 分の n ですね。えっとあれ、N 分の V か。 えーっとこれが、えー、っと E のマイナス2分の5乗ですよね、これ、えー、っとこの中身が0になるところで、えー、っとログ外してあげればいいので、えー、っと2個ありますからね、二個ありますからログ外してあげればこんな感じそうすると、これは、えー、っとここに来てるのは、えー、っと、ロー分の1ですね、密度分の1です。それから、これは この右辺の定数はまあオーダー1だから、まあ、どうでもいい、なんかオーダー1の定数ですよ。だから、えー、とこれを見ると,、えー、と密度の逆数かける温度の2分の3乗が、えーとえー、オーダー1になるというところでゼロになるので、えー、と2つ可能性あるわけですね。えーとえー、温度が、えー、一定だったら、えー、と密度が大きくなると。えーとなんかその ここの条件を満たすところが出てくるあるいは密度が一定だったら、えー、と温度が低くなるとこの条件を満たすところが出てくるということでこれは、えー、と低温または低温または高密度がダメなんですね。可能性2つあるわけです。 えーまあ、エントロピーがはあの負になっちまうんで、非物理的になります。えっ、ー、と、エントロピー原点を変えても、別に定数動くだけなんで、えっ、ーと,えー、と、このなんか、こいつに定数つくだけなんで、えー、と基本的には変わらないです。 結果は変わらないです、えー、と低温または高密度で非物理的になるということは変わらないと。それでさっき出したエネルギースケールを、えー、と1回にらむとエネルギースケールはえっ、ー、とこれですね、えー、とミクロなエネルギースケールは m 分の12乗の v 分の n の3分の2乗が、まあ、この問題に出てくるエネルギーの尺度なんですけどえっ、ー、とそれと。 えとこれを睨むと,、えー、と、M の2分の3の H の3乗の N 分の V だから、うん、だから、えー、と何かエネルギースケールと合っていて、ちょうどです、ね、これが低温または高密度の条件というのは、あ逆か、むしろ S が、えー、とだから低温または高密度では使えないので、その条えー、使える条件、このね、えっ、ー、と、 結果が使える条件というのは S が、えっ、ー、と、S っていうか、えっ、ー、と、N 分の S かな。えっ、ー、と、えっ、ー、と、S はオーダー。うーん。 n 分の s かな ?s って書いてるけど、えーと n 分、n 分の s ですね。n 分の s が1より大きいときしかこれ使えないので、だから、えー、とこうですね。このときに使えるので、えー、このときにはこれはどうなるかというと、えー、眺めれば分かって、えー、とこいつは結局、 KBT っていう温度がさっき出てきたエネルギースケールよりも十分大きいということです。これが非物理的にならない条件だからこの時 OK と。 とということになります、えー、とで、えーと、じゃあ、じゃあですよ、えーと、なんか厳密に計算してきた気がするじゃないですか、この問題、これまで。えー、となのに、使えない領域が存在するっていうのはどういうことよという話なんですが、ここまで行ってきた禁止は、えー、ともちろんその状,態密状態を、えー、と状態密度で禁止したわけですけど、それに関しては、さっき言ったように、熱力学極限、シ、え、ス、ー 密度を一定に保って、えー、とシステムサイズをどんどん大きくしていけばいくらでも正しくなるので、うんとえー、状態密度で禁じしたこと自体は悪くないそうするとここまでやってきたき禁じは一つだけなんですね。ここまでで禁じは一つだけ。 それは何かというと,、えー、と、粒子の入れ替えを補正するために、粒子の入れ替えを補正するために N 分、ごめんなさい、N 解状分の1を入れたわけです。 N 粒子の入れ替えを補正する N 解除を入れました。で、これの由来は何だったかというと、粒子の同一性ですね、同一性の粒子、同一種の粒子は、区別できない。 でまあ、これはやっぱり量子力学の特性ですよね、量子力学の特性で、まあ、古典力学に従う粒子はまあ原理的には区別つきますわね。だから、えー、とここまでで禁止したのはたった1つで、粒子の入れ替えは N 階乗で割ることによって補正したことだけ、この N 階乗が正しいかどうかっていう話になります。だからこれえー、とそうでなければなんかそのモデルが えと低温で使えないっていうことになるんですけどそれはちょっともモデルはモデルなんで、えー、と低温でも何がしか物理的に正しい結果が出ると思うんで、えー、と非物理的になってしまった理由は何か、えー、と近似が悪いんですがやった近似たった一つで、えー、と粒子の入れ替えを n 解状で割ることによって補正したということだけですですから、えー、とこれの意味を考える必要があるということになりますそれで、ねえー、とこれは n 解状分の1で割るというのは えー、どういう時に正しかったかというのはもう前にやっていてあこれだえっ、ー、とすべての粒子が異なる一粒子固有状態にいる例えばここに書いたのは4個の粒子が、えー、と4つの一粒子固有状態にあるという時にはですね確かにこう粒子の入れ替えの可能性っていうのは えー、この場合には4の解はあるのでだからこの時、えー、とこれどう入れ替えても全部同じ状態ですよって数えるためにはこれ4の解乗で割っておけという話ですねだからこの時に N 解乗で割るのは正しいわけですだからすべての粒子が異なる一粒子固有状態にあるというのが、えー、と前提で N 解乗で割った前提なんですねでこれがだから禁似なわけです それで,で、えっ、ー、と、もう前回の最後に、え、書いたんだけど。えー、っと、そうか、もう書いたからいいか、これでいいか。なんかさ、ある、えっ、ー、と、エネルギーレベル。一つの一粒子、こういう状態に、を持つ。えっ、ー、と、粒子が二個あったとしましょう。同じ一粒子、こういう状態、二個の粒子が同じ一粒子、こういう状態にあったとしましょう。そうすると、えっ、ー、と。 これは粒子入れ替えても変わらないので、えっと、これ一つの状態なんですよ。も、えっともと1個としてしか数えられてない状態なんですね、これはね。も、えっともと1個しかない、これは。えっと、だから、これを2で割っちゃえっていうのがさっきの話なんですけど、えっと、これ2で割ると割りすぎですね。もともと1、もう一通りしかないので、だから2で割ると割りすぎになる。そうすると、えっと、 n 会場で割るという処方は、えー、と2個以上の粒子が同じ一粒子状態にいないときに対していいですかねだから複数の、えーとえー、今ので言うと,、えー、とだ複数の粒子が複数ってこんな字でよかったっけ複数の粒子が 同じ固有状態に、同じ一粒子状態ですね、一粒子固有状態。状態にあると、N 階状で割る情報は正しくない。 どう正しくないかというと N 階乗だと割りすぎなわけです。いいですかね、そ,それで、えー、問題はです、ねえー、っと全エネルギーが低いとさ、えー、っとなんていうの、えーっと、同じ状態に入る可能性が上がるわけじゃないですか、使うエネルギーレベルがの数が減ってくるから。 えっと、全,全エネルギーが大きければ、えっと、使えるエネルギーレベルの数がこうくたくさんあるからまあ確かに、えっと、同じ状態に2個入ることは可能性は少ないでしょうということになるんですけど、えっと、全エネルギーが低い状態を考えると、えっと、使えるエネルギーレベルの数が限られてきちゃう減っちゃうわけですね。だから、えっと、低エネルギー 低エネルギーでは複数の粒子が同じまあウェーブファンクションですね同じウェーブファンクション使う可能性があると。 なだから低エネルギーでまあよくないんだろうということになります。ただし、これは、えー、と実はもう、えー、と統計力学1ではやらないんですけどこの問題は、えー、と正しくは粒子の種類によります。えー、と粒子には、えー、ごめんね正しくは粒子の種類に。 よるんですが、えー、と粒子にはです、ね、実は、えー、とボソンとフェルミオンというのがあるんですね。ここではありませんけど、坊、え、主、ー、粒子というのとフェルミ粒子というのがある。で、えー、とこれの問題は、えっ、ー、と。えー これは、まあえー、と統計力学2で習ってください。この問題は統計力学2で湯川先生に習ってください。はは…要、えー もうちょうどそのエネルギー粒子の種類とか考えずに今やったその N 解状で割る処方が、えー、とどの範囲で使えるかだけ考えることにしましょう、えー、と粒子がか、えー、と同じウェーブファンクションを使い始めると、えー、この処方が正しくなくなってその時には、えー、と実はその粒子の種類がボソンかフェルミオンかによって考え方が変わってきます結果も全然変わってきます えー、それは量子、えー、理想量子機体というやつになるんで、それ、統計力学2のメインテーマですから、そっちに回してく回さ、えー、い、そっちで湯川先生に習ってください。えー、とここでは、えーと、そうではなくて、えー、とじゃあ、じゃあ、じゃあ、どういう条件でこれまで出したものが使えるんですかという話に、えーとえー、と話を限定します、えーと。エントロピーの話からすると、まあ、エプシロン N っていうのより、えー、温度が高ければいいだろうっていう話なんですけど、まあ、ちょっと、 それのまあんだろうな、えー、言い換えにすぎないんですけど、えー、と粒子が同じウェーブファンクションを使う使わないっていう、えー、見方で考えてみます、えー、そうすると極端な例考えてみましょう極端な場合えっ、ー、とすべての粒子が 異なるウェーブファンクションを使える最低エネルギーってどんだけですかすべての粒子が、えー、異なるウェーブファンクション、ね、を使える、えー、最低エネルギー。 一番エネルギーが低いのは全エネルギーがね。と考えると、えー、とこれは、えー、と一番低いエネルギーなんだから、えー、とグラウンドステートから始めて順番、一粒子の、ね、グラウンドステートから始めて、順番に一個ずつ、すべて,ての一粒子固有状態に一個ずつ詰めていけばいいですよね。でそれがまあ N 個下から N 個詰まって るっていうのが最低エネルギーですよそれより、えー、とエネルギーが低いと必ず、えー、と同じウェーブファンクションを2個以上の粒子が使うわけです。もちろんそれと同じエネルギーだからといって、えー、と使わないわけじゃないです、えーと。むしろ重なる可能性はいくらでも出てくるんですがいずれにしても、えー、と全ての粒子が異なる、えー、とウェーブファンクションを使える一番低いエネルギーっていうのは、えー、とグラウンドステートから。 順に N 番目のエネルギー順位までエネルギー順位まで、えー、粒子を入れる下からビチ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 って詰めていくわけですねえっ、ー、とー それはさあのそれとにかく、とにかくそれよりは相当エネルギーが高くないと粒子が同じウェーブファンクションを使う可能性が高まるわけです。これより低いと絶対に必ずど,どれかの粒子は同じウェーブファンクションを使うし、まあ、これよりちょっとぐらい高くても、えー、と同じ。 えとウェーブフ,ファンクションを複数の粒子が占める、えー、とような状態の出る割合が高くなるわけねだから、えー、と,とにかくこう,こうなっているエネルギーよりも十分大きくなくちゃいけないでこの時の、えー、とこの時下から順にエネルギー詰めていきますからあ下から一粒子状態に下から順にこう粒子詰めていきますから一番上ってのがあるわけね一番高いエネルギーっていうのを、えー、とこの時の上限エネルギーを 上限の、えー、エネルギーここでエネルギーと書いたのは一粒子エネルギーね一粒子こういう全エネルギーじゃなくて一粒子のエネルギー一粒子のだからエネルギー順位だね これのことを、えー、EF と書いて、えー、フェルミエネルギーと言います。フェルミエナージー、下から順にビャーッと詰めてで、これは計算は割と単純で、えーっと、下から順に詰めればいいんだから、えーっと、このフェルミエネルギーの条件っていうのは、0、えー、からフェルミエネルギーまで。 一粒子の状態密度を積分しなさい。えっ、ー、と、これがあれですね、そのゼロからフェルミエネルギーまでの、えー、と全エネルギー順位の総数ですよね、こいつはね。だからこいつが、えー、と粒子数 n に一致するのが、えー、と定義からフェルミエネルギーなわけです。いいでしょうか。で、これは、えーとまあ、一粒子。 えー、状態密度分かってるんで、えー、計算するとなんかえっと,、えー、っとまあなんかエッ h 三乗の四ルート二のなんだっけパイの m の二分の三の v の。 えーとこれにルー,トルートですね、0から EF までの積分で、えーと、ルートエプシロンの D エプシロン、まあ、これをやりなさいということですね。そうすると、えー、とですよね、一粒子状態密度ルートをエプシロンに比例ですよね。で、えーと、その前のケースはなんかあんないやつですね。で、ルートエプシロンに比例なんで、これ、積分すると,、えーとエ、エプシロン F のフェルムエネルギーの、えー、と2分の3乗が出てきます。だからえーと これは、えっ、ー、と、えー、3分の、まあ、ここ、数計算はあまりどうでもいいんだけど、えっ、ー、と、ここが8ルート2になって、π の、M の2分の3と V は変わらず、そして EF の2分の3分の2乗 これがイコール N ということですね。えっ、ー、と、このことから、えっ、ー、と、これ逆に解いてあげると、えー、よいしょ。えっ、ー、と、EF っていうのは、まあ N の、えー、と3分の2乗ですよね。N の3分の2乗ですが、えっ、ー、と、全部整理すると、えっ、ー、と、結果だけ書きますが、えー 2m 分の H の3乗の、えー、4πv 分の 3n の3分の2乗と,、えーとこれ、こういうのが出てくる、えーと。これはもうやるだけなんで、えー、と大したことないんですけど、で、ここに出てきている、えーとえー、と次元を持った 定数を全部見ると、M 分の H の3乗の V 分の N の3分の2乗なので、これは、えっ、ー、と、おおむねさっき出したエネルギースケール En に、エプシロン n に1のオーダーの定数かけたものなので、えー、とエネルギーのスケールとしては同じです、1のオーダーの、えー、と数はどうでもいいんで、エネルギーのスケール考えるときには1のオーダーはどうでもいいんで。 えーとエネルギー尺度としてはまあ同じですね。だからどっち使ってもいいよと。だから、えー、とこの問題には、えー、と実はエネルギー尺度は1個。 今のが、えっと、さっきの EεN がどこから出てきたかっていうと、えっと、分配関数が無次元になるためにエネルギー尺度が1個1個あるねっていうんで出てきた、えっと、本当にただ単になんていうのかな、えっとえー、眺めて次元解析で出てきただけのエネルギー尺度ですねそれに対して今出したのは、えっと、フェルメエネルギーっていうのはすべ、えっとえー、ての粒子がえっ、ー、と 違うエネルギー順位を取れる一番低いとエ,ネルエネルギーの上限値、えー、というのをだからこれは何か物理的な意味のある量なんですけどもそれを勘定してみると,、えー、とさっきのエネルギー尺度と,、まあえー、と数係数除いて同じなんでこれは同じエネルギー尺度ということなんですだから、えー、とエネルギー尺度はこの問題に1個しかなくてそれは EF でも EN でも何でもいいんですけどでそうすると,、えー、と結局 えとエネルギーが全エネルギーが、えー、EF っていうのはその、えー、と1個のエネルギーの上限ですから大体のことを言うとなごめん大体のことを言うと N 階乗で割っても大丈夫なのは。 えと内部エネルギーが、えー、と N 個あるからまあまあまあ大体こんな感じですよね、N 倍のすべての粒子が、えー、とフェルムエネルギーを持っているという状況があるとするとまあ、そのぐらいが、えー、とそのぐらいよりは大きい必要があるでしょう。えーとでこれはえー 実はすべてのエネルギーが、すべての粒子が EN を持っているというぐらいの尺度、これよりも大きいという必要があります。そうするとですね、今、内部エネルギーは何だったかというと、もう分かっていて、内部エネルギーはもう求められていて、2分の sin KBT ですね。 だから、えーと、ここから何が出てくるかというと、えー、使える条件は KBT が、えーとえー、エプシロン N 両辺 N かかってますからエプシ 1>, 1個、ごめんなさい、KBT がエプシロンエネルギー、N が両辺からなくなりますよね、内部エネルギーがえーと N 倍の KBT、そいつが N 倍のエプシロン N より大きいということなんで、N 両辺から落ちて、結局そうすると、1個あたりのえとエネルギーが大体 KBT で、そいつがエネルギースケールに比べて、エプシロン N に比べて十分大きいというのがえと条件ということになります。これは、えー m 分の h2 乗のんおっと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 ,とおっとごめんごめん老眼だからさここ h2 乗どこで間違えああ分3分の2乗にするときに間違えたね m 分の2乗の とということになります。えー、とだから、えー、とやはりです、ねえー、と高温または低密度で OK なんですね。そうすると、そうするとえー、これを見ると、高温は、えー、っと低密度で だから、えー、とさっきの、えー、と N 解状で割りますよという処方が、えー、と使える、えー、と範囲っていうのは範囲っていうか使える条件はやっぱり高温または低密度ということが、えー、とここからも出てきます。えー、とだから、えー、と2つ以上の、えー、と粒子が同じ一粒子固有状態を使う可能性がまあ 十分小さくなる条件というのは、えーと、これですね、えー、KBT が M 分の1二乗の V 分の N3 分の2乗よりもちっちゃいと、えーあご、十分大きいということなので、えー、KBT、えー、右辺、密度が固定されているのであれば、えーと、温度が十分高い、あるいは温度が固定されているのであれば、これですから密度が十分小さい、そういう条件のときに N 解除で割るという処方がいいので、そういうときに先ほどのえっ、ー、と これまで出ししてきた理想機体の結果が正しいそれはさっ,きさっきはこの同じ条件がエントロピーからエントロピーが非物理的にならないっていう条件から出たんですけども今度は N その、えっと、同じことがちゃんと N 解場で割っていい条件を考えても出てくるということでこれでコンシステントだということですだからこういう条件の時に正しくて N 解場で割るのがよくてその時にはエントロピーも良いわけです。 だからその時に、えー、ときに、この今まで出してきた結果が使えますよということになります。それで、えー、とこれでやめていいんですけど、えー、と少しこいつを、えーとえーと、この最後の不等式を少しこうあちこちいじって、えー、と見るとですね、えーと m k b t る h の2乗みたいにしてそれで3分の2乗両辺,、えーとえー、と両辺ルートを取ると、えー、全く同じ式ですよ全く同じ式はこのように書き換えられますルート mkbt 分の h がえっ、ー、と n÷v の3分の1乗というふうに書き換えられるんですが、えっ、ー、と、これ何かっていうと、これ考えてみればわかるんです、こいつは長さの次元を持ってます。長さの次元を持った量です。大体右辺何かって、右辺はもちろん長さの次元持ってるんですけど、えっ、ー、と、定数組み合わせて作る、あごめんな、定数っていうか、温度ね、ある温度で決まる長さが存在するっていうことですね、あの、えー、と左側は。 温度を決めてやるとなんかあんな長さが出てくるわけですよ。それに対して右辺何かっていうと、一、えー、個あたりの粒子、粒子1個あたりの体積の3分の1乗、だ1粒子1個が占める体積ですよね、V÷n って。で、粒子1個が占める体積の3分の1乗ってことは、3, 分の、えー、と3次元系考えてますから、3分の1乗ってことは、えっ一片の長さです。だからこれどういうことかっていうと、えー、と粒子間の平均距離です、これは。 粒子間の平均距離だから、なんか長さのスケールがあって、えっと、それに比べて、えっと、粒子間の平均距離が十分大きいっていうのがまあ低密度の条件なんですけど、その長さのスケールっていうのは、実は温度,温度で決まる、温度ごとに長さのスケールが違うということになりまで。 関連によりですね、全然長さの次元、これでいいんですけど、次元解析だけからだと、ルート MKBT 分の H なんですけど、ちょっとこれ、関連により、ラムダイコール、これの定数倍で、ここに 2π つけたやつね。えっと、こういうやつのことを、えっと、 なんでここ、うん、まあまあ意味はわかるけどね意味はわかるけどこれのことを、えー、と熱度ブロイ波長サーマルドゥ、えー、ドゥブロイって難しいんだよなドゥブロイかなサーマルドゥブロイウェーブレングス、えー、と熱度ブロイ波長 まあなんか温度で決まる、えーとえー、長さのスケールの代表的なものとして、えー、とサーマル・ドブロイ波長というものをこういうものを考え上で出したあの、えー、と次元解析から出てくるだけのやつに2ルート 2π がついてるんですけど、うん、つけなくてもいい全然つけなくても全然いいんだけど慣例によってこれをサーマル・ドブロイ波長と呼ぶことになっているので結局えっ、ー、と えー、N 階乗で割るという処方が使える条件はサーマル・ドブロイ波長を使うと,、えー、とこういうふうにかけると。 つまり、えーと、粒子間の平均距離が熱どぶろい波長よりも十分長いときは低密度と見なせますよということなんですが、熱どぶろい波長自体が、えー、と温度が高いほど短くなっていきますから、えー、と密度が同じであれば、えー、と温度が、えー、と高いほど良いということになります。えー、いずれにしてもこの結果は、えー、と高温低密度で正しいということになります。 いいでしょうかこ,こんなごちゃごちゃ議論してちょっとまあね何言ってんだよというふうに思うかもしれないしうんそうねこんなにごちゃごちゃやらなくてもいいのかもしれないんですけどまああのこの問題にエネルギースケールが1個出てくるでエネルギースケールの出どころが実はその禁止と関係してる N 会場で割ったっていう禁似と関係して,、えー、してるでその禁似がいい条件っていうのはまあまあいろんな その内部エネルギーがそのエネルギースケールが大きいとかあるいは長さのスケールが温度で決まる長さのスケールよりもえと粒子間平均距離がえと長いとかまあ,まあそういうえ条件がえ今まで出してきた理想機体が使える条件だということになりますね。そういういことでえとモデルそのものがえといけないわけではないので。 えっと、近似の問題ない今の禁似が正しい条件を見ただけなので、えっと、相互作用しない粒子系自由粒子系っていうモデルそのものはどの範囲でも使えるんだけどその時にすごい低、えっと、この条件を満たさないような低温あるいは高密度では、えっと、N 解除で割るんじゃなくてもっと真面目に数勘定しなくちゃいけない真面目に数勘定すれば正しい結果出ます。 でそれについては、えっと、量子力学2で、えいやいや統計力学2で湯川先生からえ習ってくださいねということです、えー。よろしいでしょうか。うん、ごめんね、こんだけごちゃごちゃ議論する必要があるかどうかわからない。でも、まあ、エネルギースケールの話とかやっぱり知っておいたほうがいいよあの。物理の基本,基本だからね、はいえー。そういうことになります。だ今までやってきたその 調和振動子なんかにもエネルギースケールあったんだけど、えー、とあの時には体積っていう概念がなかったから、えー、と温度とエネルギースケールの比較だけだったんだけどこれはなんか体積っていう概念が出て,出てくるので、まあ、粒子間の平均距離とかいう概念が出てくるというところが、えー、と違っています。さて、えー、ここで一旦、えー、と一区切りで、えー、と理想気体を今度はじゃあ古典力学で考えてみよう。 ここまで量子力学で考えて、ただし N 解状で割るっていう禁じをしましたよという話ですね。そしたら、我々が熱力学で知ってる理想機体が出ましたよということです、まあ、ぶっちゃけそうそういう話です。 で今度はじゃあ、古典力学で考えましょう。ハーモニコシレーターのときにも古典力学やりましたよね。でそのときには、ハーモニコシレーターのときには、えっと、古典力学で計算すると、量子力学で計算したやつの高音極限が出てくるということを、えっと、やったんですけど、覚えてますかいいですね。えっと、量子力学でやったときの高音極限が古典力学での計算から出てきた。で、今の場合、どうなのよって話なんですね。で、純古典近似。 やりますそれでえっ、ー、と古典力学で考えるねこれ古,典古典力学でのハミルトニアンモデル同じフリーパーティクルでのハミルトニアンはこれは演算子じゃなくてただ単に えー、N 粒子について 2m 分の1のえっ、ー、と pi と書いたのは i 番目の粒子の運動量これ自由粒子のハミルトニアンこうですよねさてえっ、ー、とハーモニコシレーターの時には、えー、とどう考えたかというと古典力学での微視的状態は何かというのをどう考えたかというと,、えー、とハミルトン形式で書いた時には えと座標と運動量をすべての粒子に対して指定してしまえば、えー、とその次の状態が全部決まっていきますからだから、えー、と指定すべきものはすべ、えー、ての粒子の座標と運動量ですよだから座標と運動量のセットで、えーと微じょえー、と古典力学での微視的状態が決まりますよということですね。だから、えー、とここでも、えーと それは別段ハミルトニアンと関係ない話だから、ここでもハミルトン形式使う以上、そう考えればいいでしょうということで、えー、とハーモニックオシレーターと同様に、ハーモニーコシレーターと同様に、一粒子の、一粒子の、えー、とマイクロスコーピック、 ステートは R と P ですね。今度は、えっと、3次元空間ですから、す、え、べ、っと、ての粒子の、一粒子のマイクロスコーピックステートは、えっと、その粒子の R と P を指定すればいいでしょう。 N 粒子なら、えー、とこいつの、えー、と R と P の組みが N 個出てくるわけですね。で、ただし今回は、えー、R はなんか箱の中ですよ。 R に関するポテンシャルっていうのはなくて箱に閉じ込められてるんですね。まあ、無限に高いポテンシャルが端っこについてると思ってもいいんですけど、えーとえー、ハモリーコチュレーターのときには、えー、と R の2乗みたいなポテンシャルがついてたわけですけれども、えーと、今回は、えー、とフリーパーティクルなんで、えーと、R に依存するポテンシャルはなくて、その代わり R は箱の中に閉じ込められているこのでこれだけ考えて、もう、えーとえー、と分配関数。 作ってししままいましょう、えー、そうするとですね、一粒子分配関数、えー、次のページ1丁。ワンパーティクルのパーティションファンクション。 これは、えー、と割と簡単なんで、えー、Z1 のクラシカルということで CL と書くことにすると座標積分と,、えーとえー、運動量積分が出てくるので何かで割っとけっちゅう、えー、と次元持っちゃうんで作用,のじ、えー、と作用の3乗の次元持ちますから何、まあ、かで割っとけと。 なんかえー、作用の次元を持った量の3乗でまず割っておきましょう、これは。アクションの次元。アクションってことは、えっとうんえっと、座標ける運動量です。核運動量と同じです。えー、っとそれで R に関する積分が、えーと、3次元積分があるんですけど、これは箱の中ですよ、箱全体、これはポテンシャルないんで、R に関してはボルツマン・ウェイトない、エネルギーがないから、でも箱に入ってるんで、積分領域が箱に限られる。ここはだから い,いですべ、ね、ての,あの R を尽くしなさい、そのときに R に関するポテンシャルを指数の方に乗っけて積分しなさいって言うんですけど、今度は今、R に関してはポテンシャルないんで、えー、とただ単に箱全体について、えー、と積分しなさいというのが出たそれから、えー、と運動量、運動量の方は、えー、とも,うもちろんこれ 3,、えー、3次元運動量あるんですけど、 こっちはポ,ポテンシャルじゃなかった、あの運動エネルギーあるんで、えー、2m 分の β の p の2乗ですね、ベクターの p の2乗ですね。それで、で運,動えー、と運動エネルギーの積分範あで、運動量の積分範囲は、まあ、どの方向に対しても3方向すべてマイナス無限大から無限大まですべての可能性をとります。で、こいつは何かというと、x 方向の2乗と y 方向の2乗と、 Z 方向の認証と,、えー、ということになります。えっ、ー、と、いつかね、これが、えっ、ー、と、えー、ワンパーティクルのパーティションファンクション。えっ、ー、と、ハーモニーコーシュレーターのときと同様に考えて、微視的状態というのは、えー、R と P を指定すると決まるんだよ。で、その R と P、だから全微視的状態を網羅しなさいっていうのは、R と P について全,全部積分しなさい。 で積分するものは何ですかって言われたら、エクスポネンシャルの方に、えー、とベータハ,ハミルトニアなんですけど、ハミルトニアは2円分の p2 乗だから、あれ乗っけてで、えーと、積分しなさい。それで、えー、とこれ作の次元も、作用の3乗の次元持っちゃうから、まあ、なんかで割っておけということですね。えっ、ー、とで、これ、計算簡単で、うんと、まずね、 A30 分の1で,しょで、しょ R について箱全体積分しなさいっていうことは、えー、と各方向0から L まで積分するだけなので、体積出るだけです。これそうですよねあの座標について、箱全体について座標積分しなさい、これ体積出るだけなんで、でえー、と運動量の方は、えー、と3方向ありますけど、3方向全部同じ積分になるので、えー、と3方向に、えー、とある1次元積分の3乗になるということで。 えー、マイナス無限大から無限大まで P についてエクスポネンシャルマイナスの 2m 分の βP2 乗今度はもうスカラーねベクターじゃなくてスカラーで積分でこいつの3乗ですよということになりますでまあこれそうね変数変換するまでもないんだけどガウス積分だからなもういきなりやるか。 これ積分ガウス積分ですよね、所詮所詮ガウス積分ですよね、これね。ガウス積分の3乗なんで、もう,ソロもうこれはさすがに空でやれて、えーと、これはですね、えーえー、2πmkbt が出てきます。えー、とベータ分の 2πm が出てきて、そいつの3乗ですから、えー、とルート 2πmkbt の3乗、まあお、おなじみの格好が出てくるわけですよ。だからそうすると、これまとめると、 a 三乗分の一のえっ、ー、とえっ、ー、と 2πmkbt 見た格好ですねのえっ、ー、と二分の三乗の体積 V というのが出てくるえっ、ー、とこれは一粒子これ A っていうのをえっ、ー、と H だと思えプランク定数だと思えば 量子系と同じ,じゃないですかだから、量子系と比較すると QM と比較するとどうなればいいかというと A イコール H で一致なんですね。 だからもう A イコール H とすればいいでしょう。量子力学と一致するためには、この A っていうアクションの次元を持った量は、えっと、プランク定数でいいですよということになります。さて、N 粒子系どうしようかなと。だからこれは A イコール H にしとけばいい。N 粒子系どうしようかなっいう話なんですけど、えっと N、N 粒子の分配関数については、えっと、は同じですよね。Z を Z1、えー、の N 乗で計算してみましょう、そうすると、えー、とこれは、えー、とさっきのところを H にすると、えー、2πmKBT の2分の3の H の3乗のこいつの、えー、と N 乗あ、ごめん、体積をかける体積 V の N 乗になる そうすると、これは前やったやつですよ、量子力学で出たのと全く同じで、うんと、これのせいで、フリーエナジーが、F がエクステンシブにならない。 F 作ると LogV、えー、っていう NlogV っていう項が裸で出てきちゃうわけですね。で NlogV っていう項が出てきちゃダメなんですよ。だから、えー、とそうすると,、えー、とこれ処方同じです古典力学なんだけど、えー、と自由エネルギーが正しい形になるためにあるいは、えー、と別の言い方をすると,、えー、と量子力学の結果と一致するためには。 二つ,つ,つは、えーとえーと、1つはまず簡単メカニックスと一致しなくちゃだめじゃない、なんかの極限で一致するんでいいんですけど、えー、実はこれ、完全に同じ格好してるので、簡単メカニックスと一致するには、あるいはもう1つの理由として、F がエク,スエクステンシブになるためには。 この2つの理由によって n 階状で割るべしということになるそうするとえっ、ー、とこれ n 階状で割ると完全にえっ、ー、と量子力学で出したものと同じなんですね ということになるわけですようーんとそうするとえっ、ー、とハーモニーコオシュレーターの時はえっ、ー、と純古典極限っていうのは純古典近似っていうのはえっ、ー、と量子力学で計算した分配関数の、えー、と高温極限と一致したんですよね高温極限と一致したでその時にはえっ、ー、と量子力学の えー、分配関数は厳密に計算できたわけですねでそれに対して今は、えー、と厳密には計算できなくて N 解除で割るという禁じをして計算をしました、えー、その結果は、えー、そのままで、えー、古典力学の結果と量子力学の結果が一致してしまいますよということになります N 解除の由来はまあちょっとな,んなかなか何なとも言い難いんですがえっ、ー、と えー、なんていうかな、えー、とハーモニコシュレーターとの違いハーモニコシュレーターの場合は高音極限だったことを思い出す CFCF っていうのは、えー、と比較だね何だ,だろう何の略なんだろうよく知らないけど、えー、と比べてみようっていうことなんですけど、えー、とハーモニコシュレーターの時には えーと高音極限だとね高音極限が を与えたとえたということになりますしかし、えー、ともう分かってて N 解状で割っていいのは高温の時だ高温の時か低密度なんで結局、えー、とこれは、えー、と N 解状で割るという処方をすると量子力学の結果はまあ高温または低密度で使える、えー、と結果ですよそしてそいつは純古典近似と完全に一致しますよ。 ただし、えー、H3 乗 N 解乗で割れっていうのは、まあ、えっ、ー、と、量子力学と比較して出てくるわけですよね。だから、えっ、ー、と、えー、この場合何、何かというと、えっ、ー、と、簡単メカニクスで計算して、プラス、 えと N 会場で割るという金字ねは純古典金字プラス 古典力学だな、ごめん、クラシカルメカニクス、ごめん、クラシカルメカニクスプラス H3NN 解状割る処方に一致すると、一致しますということが分かりました。 いいですかね純古典近似はまあなんかそんな感じになっていて、えー、とだから、えー、と N 解状では量子力学で計算した N 会場で割ったやつって量子力学のように見えて、えー、実は古典力学の結果しか出さないというもともと純古典近似しか出さないということですで N 会場の出どころですが古典、えー、力学の時 N 会場がどっから出てきたかっていうと今はもう量子力学と一致しなさいっていう要請から N 会場も 手で入れたわけですねで。量子力学の時には N 解除の出どころっていうのは、えー、と粒子の区別がつかないっていうことから来たわけです。で古典力学の時に粒子の区別がつかないっていうのはえっ、ー、と うんちょっとこれは概念的に難しいところはあって、えー、とそれでいいのかっていうのはあるんですけどねだからこの N 会場が、えー、とどっから出てくるのかっていうのはちょっと議論あることあるところはあるまず分かってるのは N 会場で割んないとうまくいかないっていうことは分かるだから N 会場で割れよということは分かりますそれで、えー、とそれは古典力学でも、えー、と粒子の区別がつかないせいかというと、えー、実はそうではなくてえっ、ー、と うんと実は、ですねこれはもうあの皆さん別に知らなくてもいいんですけど N 会場の出どころですが古典力学での N 会場の由来なんですけど、えっと、2つの考,考え方いくつもあるんですが完全に古典力学でやりましょうということにすると、えっと、実はこれは,これは全然証明も何もしないので。 えと今,今知らなくてもいいんですが一応言うとえっ、ー、と騰音過程、えー、での仕事がえっ、ー、と F ヘルモルツ重エネルギーの差と あるべしと要請するととえっ、ー、と n 階乗が古典力学でも必要になると出てくるというわけで、えー、と量子力学と違う由来からでも n 階乗は出るんですが うん、これはね、この話はつい最近論文が出たばかりの話なので別に、いや、知らなくてもいいんですが、えーとえー、量子力学と一致させるために N 解除で割らなきゃだめですよっていうんでも別にいい,ですいいです、いいんですが、純粋に古典力学だけで考えて、えー、と N 解場出てこないのかって言われると,、えー、と、実は出ますよっていう話があって、えー、とあります。 これ、えー、と僕の講義ノートにはあの古典力学から出ないって書いてあるんですけど、えーとえー、と最近出た論文でいやこの要請をすると,、えー、と N 会場は古典力学でも出るっていうことが、えー、と証明されているので、うん、まあ、まあ、出るよあすごいマニアックな話だから知らなくてもいいです N 会場でどの道はあれっていう話なんですけど、えーえー、とこれは笹、ささ。 さつい最近です、つい最近の論文です。兄弟の笹さんたちの仕事ですね。はい、えっ、ー、と、いいです、それは。とにかく N 会場は何らかの意味で、えー、と古典力学のときにも出てくるということになります。さて、それでこの純古典近似の、えー、と応用をちょっと考えたいんですけど、あ、それで、えっ、ー、と、等分配、エネルギー等分配ね、えっ、ー、と、2分の3。 1, 1自由度あたり2分の 3KB なんですけど、うん、エネルギー等分配の出どころは、えー、ポテンシャルがないことですね。ハーモニーコーシュレーターの時には、えー、とガウス積分が2つ出てき、えー、座標の側からもガウス積分が出てきたので、うん、どちらのガウス積分からも KBT が出てくる2分の 1KBT が1自由度あたり出てくるので。 うんと全部で NKBT の、えー、と1個あたり KBT、ハーモニックオシリーターのときにはの、えーとエネ、エネルギーが分配されてたんですけど、えー、と今の導出見れば分かるとおり、えー、自由粒子のときには、えー、とガウス積分が運動量にしかないので、つまりポテンシャルがないので、ポテンシャルのところにエネルギーが分配されないので、えー、と等分配速は、えー、と運動量からしか来ないということになります。えー、とこれどううしようかな どこに書いておこう、えー、ここに書いておくかな、等分配、ああ、もうごめん全然、全然なんか変なとこだけど、ここに書いておく、それから等分配、等分配は、今の、えー、と個展、準古典近地を見ると、もうガウス積分から、あのガウス積分から出てくるわけですよ、KBT は。だから えと運動量部分にだけ部分のみ、えー、と1自由度あたり2分の 1KBT のエネルギーが分配されると。 いうことになりますいいですかねごめんね、変なところに書いて。いいですかえっ、ー、と、ガウス積分だから等分配出るわけですよ。それはもう計算してみればわかる。ガウス積分から出てきて。えっ、ー、と。 ガウス積分すると、えっとベータ分の、ルートベータ分の1っていうのは、ガウス積分1個,1個ごとにルートベータ分の1が出る、だからガウス積分1個ごとに、えっと、ルート KBT っていうのが、えっと、分配関数に出てくるわけですよね。で、それの、えっとえー、ログとってビベータでビブするとエネルギーなんですけど、そこを計算してあげると、えっと、ガ,ガウス積分1個ごとに、えっと、2分の 1KBT が出てくる。で えと理想機体の場合にはガウス積分は運動量部分しかないので、えー、運動量部分だけ2分の 1KB 各自由度ごとに2分の 1KB というのエネルギーが分配されるハーモニコシレーダーのときにはガウス積分が座標部分にもあったのでそのポテンシャルがあったから座標部分にもあったので座標部分から出てきたという違いがありますがこれもエネルギー等分配則ということになりますさあそしたら、えー、と今のやつの応用例で、えー、古典基似の応用例で えと運動量の確率分布っていうのをやってみます運動量が同分布です えとでこの話は、えーとえー、と運動量の、えー、と過去この運動量の分布っていうのはもう知ってるわけですよそいつは、まあ、あのエクスポネンシャルのマイナス 2m 分の p 次乗なんですけど、えー、と運動量の値、えー、p の絶対値の分布を考えていますでこれ、えー、と全粒子同じなので一粒子で考えれば十分でここみそなんですけど全粒子独立なので 一粒子で考えれば十分。では、一粒子で話します。で、えっと、運動量の絶対値が、まずは、ごめんごめん、まずはさ、運動量が、えっと、 ベクトルとしての運動量、ベクトルとしての運動量が P が各成分が、まあ例えば Px が Px プラスデルタ PxPy がなんとかにある確率。これのことをえー、っと。 P, えー、P ばっかりでごめん、確率だから P、それで P のと書くとさ、これはもう簡単なん、えーと、これはもう分かっていて、これは一、えー、粒子の、えー、と運動量の、えー、と分布は、えーと、そもそもエネルギーが運動量で書かれているので。 Z1 の H3 乗分の V のエクスポネンシャルのマイナスの、えー、2m 分の βP の2乗ですね。これに、エネルギー、これはエネルギーの分布なんだけど、エネルギーが、えー、と運動量だけで書かれてるから、えー、とエネルギーの分布と、えー 確確率率分分布布と運動量の確率分布は同じやんだから、えーと、ある範囲にあるある,あるえ、えー、と運動量を持つ確率っていうのはなんかこのそのような、えー、とエクスポネンシャルの方に、えー、と運動量の絶対値2乗乗せたやつでかけてでそいつに、えー、と幅つけてあげれば、えー、とベクトルとしての運動量の、えー、と確率は出るわけですね。で、モーメンタムの大きさ がある範囲にある確率。運動量の大きさがある範囲にある確率を考えてみましょう。でそうすると、えー、とこれは、えー、と三次元系なんで、 うんと次元だけ考えてあげる必要があって、ちょっとページ変えますけど、こういうの考えれば例えば二次元で考えることにすると、Px と Py の軸を考えると、ここに、えー、っとなんか運動量一定って、なんかあるこう円ですよね。 この長さが、P、でこいつに、えー、と幅つけなさいとこの幅つけましょうと斜線なんかどうでもいいけどで、えー、とこの幅が デルターと。では、この青いところに、ここにいる確率。を出しましょう。で、これはまあ、われわれもう知ってるんで、要は変数変換していけばいいんで、これのこと、またごめん、また P って書くけどさ、ーも,もうちょっとよくないね、このなんか考えた方がいいね。 えと運動量の絶対値が P である確率ね、P, P からデルタ P の、あ P プラスデルタ P の間にある確率っていうのは、えー、とすべ、えー、ての運動量について、えー、と値が P プラス P から P プラスデルタ P の間にあるのについて、えー、とすべてのこのベクトルとしての運動量の確率を、えー、こうこう積分すればいいわけね。 ベクトルとしての3次元空間での今二2次元で書きましたけどこれこう2次元で書きましたこれ3次元で9面になってるんでえっ、ー、と各 P の確率が、えー、ベクターとしての P の実現確率はもう分かっているとでそれを、えー、と絶対値がある範囲にあるっていう条件で全部積分してしまいなさいということになるんでえっ、ー、と これはさ、あまずこい,こいつはさ P ベクターとしての P と書いてるけど P にだけによるねこの確率は P だけによるわけねで DP っていう三次元積分の方はどうなるかというとこれ角度成分関係ないからもはやだから、えっと、4π P 極座標変換してあげると、まあ、こうなるんでそうすると、えー、これは結局ですね、えー、4πp2 乗のエクスポネンシャルのマイナスの 2m の β のここはもう p2 乗なんでなんかこんなやつですよ。 そうすると、えー、っと、あ、ごめん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 、これに何か書けなくて、えっと、こいつに、えごめん、ごめん、ごめん、何を忘れたかというと、えー、っと、この前の子ね、Z1 分の1の H 事情分の V を忘れたんで。 乗分の V。こうですね。えっ、ー、と、これがマックスウェルの速度これを速度を直したやつのことをマックスウェルの速度分布則って言うんですけど。 アクセルの速度分布で、えー、とこれの、えー、と具体的なあの関数形は、もう、えーまあ、P2 乗かけるエクスポネンシャルですよ、でこれは、えー、とガウスに P2 乗かけたやつなんですけど、えー、と具体的な関数形はもう講義、えー、ノート載っけてあるんで、えーと、見といてください。じゃあ、最後に、終われるかな、最後に。 最後に多成分系の話をして終わります今まで1成分のやつやってきたんですけど2種類の粒子が a b 二種の粒子があるとしましょうそれが同じ箱の中に入っている時これ相互作用ないんで 同じ箱に入ってる。相互作用がなくて同じ箱に入ってるんで、えっ、ー、と、分配関数はもう相互作用ないから単なる掛け算ですね。A の分配関数と B の分配関数の掛け算。それで、えっ、ー、と、同じ箱なんで、えっ、ー、と、T と V が共通ね。 そうすると,、えー、と、ヘルモルトの自由エネルギーはマイナス KBT ログ Z ですけど、えー、とこいつはマイナス KBT ログ ZA マイナス KBT ログ ZB なんでこいつは FA プラス FB なんです。えー、と単純に、えー、と和になります。 相互作用がない、ねえー、ときには、えー、と分配関数はかんただの積にかけて、その結果、えー、とヘルモールソンの自由エネルギーは和になっちゃうということで,すで、大事なのは体積と温度は同じということなんで,で、ここからプレッシャー出すんですけど、プレッシャーはマイナスのこうですよね、フリーエナジーを、えー、と微分しなさいと、体積で。 でこれをえっと上の式にすると、これはフリーエナジーが和だから、FA を体積で微分したものから、と FB を体積で微分した。で、体積と温度は共通なんで、えっと、一定にするものも微分するものも同じですよね。で、えっと、これそれぞれさ、 完全に独立な、つまり f A しかないときの圧力と B しかないときの圧力じゃないですか。だからこいつは A しかないときの圧力と B しかないときの圧力になるわけ。で、これはいわゆる分圧ですよ。 これ知ってるやつですよねあのあの、高校で習うやつですよ、あのえー、と多成分の、えー、理想気体の圧力は各成分の圧力の和であるって分圧の和になりますよっていうんですけど、これは、えー、ここから出てきてって、えー、と元を正すと,、えー、と相互作用がなければ分配関数は A の部分と B の部分に分かれますよということですね。 でそうすると,、えー、とフリーエナジーもただの足し算になってで、えー、と t と v が共通だっていうのが重要で同じもんで全体微分したやつはそれぞれを、えー、と v で微分したものになるのでこれ分圧ですねということになりますえっ、ー、とこれで、えーと量子えー、理想期待終わりですちょっと今日の話はなんかエネルギースケールの話とかあの、えー、なんだ、えー、近似が使える条件とかのところでごたごたしたのでえっ、ー、と えー、ちょっと何ちゅうのかな実際に計算するのに必要じゃないんだけどまあ知っといてねっていう程度の話ですえっ、ー、とこれで理想期待終わりになりますえっ、ー、と次回えっ、ー、と予定では、えー、と講義ノートと順番を変えてグランドカノニカルアンサンブルをやりますあそれじゃあ今日はここまでどうもお疲れさま